日本語コンテッペイ日本語コンテッペイ,ンッペイ子供と一緒に行ってます日本語コンテッペイの時間ですね皆さん元気ですか今日は心について心はいおはようございます、えー、日本語コンテッペイの時間です皆さん元気ですか えー、今日は日本語コンテッペメディテーションの時間ですねえー。最近イライラしてる人が多いという話を聞きましたから、そんな皆さんえー少し心を穏やかにするために、今日はこういう話し方に変えました。どうですか？眠くなりますか？やめましょうか。いつものようにあのコンテペ。どっちがいいですか？うん。 どっちででもいいんでしょはい <laughs> あのー、前回あのー、僕はイライラしてたイライラしてましたねこれ良くないやっぱり、はい、レコーディングをした後に「あーなんかてめえこの野郎」とかそういう言葉遣いをね使ってしまったと思ってまあでもいいんですけどまあいろいろなスピーチがあるっていうことをね たくさんの人に知ってもらうために僕はあえて怒ってるという言い訳をしながら怒ってしまったんですけどやっぱりよくないでしょよくないですよ怒るのは、ね。イライラするのはよくない。というわけで今回はちょっと優しいトピックね親切なトピック心について話したいと思います。あのー、英語のあのハートあれでしょこの まあ英語の「heart」は2つの意味がありますよね。1つは、えー、なんかこう、心臓。日本語で言う心臓ですね。臓器としてのこのドック、ドック、ドックという音がする心臓。ね、これあの、日本語だと心臓ですよね。で、heart、英語の「heart」。もう1つの意味があるでしょ。それがあの、まあ、シンボル・オブ・ラブですよね。シンボル。 こうちょっとシンボリックな意味があるでしょラブですね。ラブ。うん。えー、例えば、ラブというとどんな感じですかどんな気持ちですかまあ、あの、まあ、家族を愛するラブ。ね。友達を愛するラブもあるし、恋人ですよね。そういう、あの、本当に、どちらかといえば、まあ、性的な、 関係でもあのラブというのは使うでしょ。えー、日本語の心はそういうのが全くないんですよねえー。日本語の心はあの親切みたいな感じかな。あとはエンパス。そんな感じで心というのを言葉を使う時にあんまりね。その家族とか恋人。まあ、恋人はもちろん、家族のこともあんまり考えないんですね。 心っていうのはどちらかというとちょっともう少しまあ社会的なものですよね。例えばあの人は心がきれいだ。これはあのー、心がきれいな人っていうのは社会的にすごく、えー、正直な人。正直で、えー、真面目に真面目で真面目というのはシリアスの意味じゃないですよ。真面目とというののはもっとあの なんかこうまあどちらかといえばハードワーキングみたいな意味ですね真面目で、えー、嘘をつかない、ね、そしてとても親切人に対して親切そういう人を、まあ、心心が綺麗な人、えー、そしてまあちょっとこの純粋な子供のような そういういピュアな心を持ってる人だけどあのバカみたいな感じじゃないいですよバカみたなな感じじゃなくて本当に、えー、大人だけどその子供っぽいという意味じゃないですかね子供っぽいという意味じゃなくてもっと本当にあの、うんまあ、とにかく親切な人とにかくとにかくとにかく親切な人そんな感じ。ね、であとはその 動物とか花とかか花そういう植物とかねそういうい人間以外のものにもを愛する気持ちがある人そういうのは心が綺麗な人ですよね心,心という感覚はその英語のハートとは結構違いますよねハートやラブハートはまあまあもちろんですラブ。Love あ、まあ、ハート、シンボルのハートありますよね。なんかあの、てっぺい先生、いつも応援してます。ポッドキャスト大好きです。ハート。あれは、その、日本語っぽくはないですよ。全然日本語のハートじゃなくて、英語のハートでしょ。日本語だと、なんかその、心っていうのはそういうものじゃないんですよ。やっぱりね、言語っていうのは、ちょっとトランスレーションできないですね。はい。言語というのは、翻訳を、 パパーーフフェェククトトににしても、パーフェクトになな意味にはなりません,、うん。心穏やかにね生きていきたい心穏やかに、ね、そういう時に、うん、まあ、うん、英語だと何て言うのかな、うん、ちょっとやっぱり難しいちょっと違う言い方をしますよねおそらく、うん、心穏やかに生きていく、ね、心そのまあ いろいろな少しどちらかというとネガティブな感情がありますよね心配したり緊張したり、えー、なんかジェラス妬み人のことをああいつは俺よりもポッドキャストが人気があるとかあいつの YouTube は俺よりも人気があるそういうことを考えたりしないということですねそういうことを考えたりして あああの子供のお父さんは今頃パチンコをやっててなんでまあ、パチンコやってるそれは僕の想像ですけど、えー、なんで俺だけ人の子供の世話をしなきゃいけないんだ,だからそういうまあ小さい小さいことを考えるあのそういうちょっとこう何て言うかなまあまあある意味フェアなんですけどそういうアイデアっていうのはねすごくロジカルですよねだってその通りでしょ。 ね、あの一回も来ないい人とかかまますから、ねまあでもそれはそういう気持ちネガティブな感情はやっぱりできるだけまあないもしくはあの早く消してしてまった方がいいですよ、ね、もっとあのそういうエネルギーがあるんだったらポジティブなことクリエイティブなことにエネルギー,エネルギーを使うべきですからね。はい まあ、だから昨日、ポッドキャストを撮ったんですけど、まあ、とにかく、心穏やかにね、平穏に、心穏やかに、いろいろなそういうネガティブなことを考えずに生きていきたいと、誰もが思ってますよね。誰もが思っている。じゃあ、どうしてできないのか。まあ、人間だからね、人間ですから、結構難しいんですよね。理想があります。人間には理想がある。こうなりたい、ああなりたい、ね、こういう生活をしたい。 ね、だけどまあやっぱり難しいんですよ。やっぱり、あのー、どちらかというと破壊的なんですよねどちらかというとあのー、なんかこうせっかくいい方法があるのにそれをしないもしくは壊す、ね、せっかくいい友達がまあ子供とか見てると本当にその通りです。いい友達ができるでしょすごくいい友達ができる。 ででも喧嘩すするんですよ。そしてもう遊ばないって言い出す遊びたくないうんもう子どものあのこの関係性のサイクルは大人よりももっともっと早いから見てて疲れますはいさっきまで遊んでたのに今喧嘩してるとかね先週まではもう一番の友達今週はもう一番の敵、ね、そういう感じだから 多分疲れると思うだから子供はやっぱり夜とかねたまにねこう悪い夢を見てますよ「うやめてくれー」みたいな「大丈夫どうしたの?え」ー「なんか悪い夢見た」まあそうでしょうあれだけドラマチックな毎日を、ね、過ごしていれば疲れると思いますまあ僕も子供の時はもちろんそうだったしまあ結構そうですね2020 20代まではそんな感じ いろいろなあの人間関係ありました今はね、なくなった。はい、なくなってしまいました。えー、もしくは、自分でなくしたか、もう作らないようにしてるか、そういうことですよね。やっぱり、なんかこう、フェイズが違うんですよね。もうドタバタした人生は嫌だ。ね、バタ,バタ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 。あの、とてもいい友達とか、とてもいい敵とか。もう、そういう世界は嫌なんですね。 今はどちらかというとたくさんの人といい関係性をね持って距離感を持ってですね少しずつ距離を縮める時もあるし少しずつ距離を離す時もあるでそうやってやっぱり自分とか自分の家族の平穏、ね、それを守っていかなければいけない、うん、もちろん他人への思いやりの気持ち、ね、他人を思いやる気持ち知らない人だとしてもその人たちを親切に扱う シンセスに、えー、例えばねドア,ドアを開けて次の人がいたら「あのあ、どうぞ」って言ってドアを渡したりとかねやっぱり少しその周りの人のことをいつも考えないと自分だけにフォーカスするのは、まあ、人間としてはちょっと、うん、愚かですよねだからやっぱり自分に直接関係がある人そして関係がない人。 いろいろな人のことを思いやりながらやっぱり自分の心の平和平穏を守ることも考えなければいけない。ね、そしてもし自分の心の平穏を脅かす存在、ね、自分の心の平穏自分がこう静かにしたいのにそれをさせてくれないそういう悪い存在が出てきた,出てきた時に戦うのではなく、ね、その人をディストロイしたいと思うのではなく あのー、距離を置くです、ね、やっぱり少し距離を置く離れていく自分から <laughs>、あのー、そういう問題にさらにね問題に近づかないようにするそういう柔軟な対応ですね、はい、柔軟な対応そのなんかなんか人にぶつかって何だとかんだこの野郎とかそういうそういうものじゃなくて人にぶ人がぶつかってきたらあ あのまあすいませんと言ってまあもうどこかに行くあこ,のこんな変な人とは関わらないようにしよう、ね、それができるかどうかですよねうんやっぱりみんなはみんないつも怒ってその喧嘩モードになったら世界は本当にもっともっと悪くなりますからね思いやってねあのまあ気遣いあってでもやっぱり変な人っているんですよ もうちょっっと頭がおかしくななたような人すごく凶暴ですごくあの攻撃的な人そういう人とやっぱりまあ何をやってもちょっと状況が悪くなるだけだと思いますからねそういう時は少し距離を置く、ね、それはあなた自身を守るたそしてあなたの大切なものたち家族や 友達を守るために喧嘩とかをしないっていうことですよねなんか喧嘩をしなければ自分が弱い人間だと思われるという恐怖があるかもしれませんだけどあの実は戦うことだけが強さじゃないでそれは僕は子供にあの昨日強く言いましたね他の子供たちがねこう喧嘩を喧嘩みたいなことをしてたで。 もしねこの、僕の子供にねもしお前が同じような状況になったら戦うそしたら「えどうして?いや」っ戦うとあのー、もっとそれは <laughs>、まあ、リベンジリベンジリベンジでもうそこから出てこれなくなるんですよ本当にもうそういうサイクルに入ってしまうともうね終わらないんです本当にもうギャング同士の戦いと同じですよはいやっぱりそういう時に自分がそこそれ以上 あのその暴力に加担しない暴力加担というのは参加の意味ですね暴力に参加しない暴力のサイクルに入らない、ね、そして戦わない強さがある、ね、自分をコントロールする、えー、まあある意味逃げるように見えるかもしれないだけど避けるですね逃げるは悪い言葉だけど避けるはいい言葉避ける、ね、争いを避けるそういうサバイバル能力 そしてそういう平和なアプローチこれがねやっぱりあのどの世界でも大事だと思います、はい、ただねやっぱ大人たちがねやっぱそういう例をあのうまく見せられてないのかなと思いますね戦わなければいけない、ね、逃げたらそこで終わりずっとなめられたままだだから絶対にぶちのめさなければいけない敵がいたらぶちのめせもう再起不可能なぐらいにね リベンジができないぐらいにぶちのめすんだみたいなそういうアイデアが多すぎるうるさいバイク <laughs> 僕は怒らないですよ全然全然怒りません僕は変わりました僕は一日で大きく変わった今日から日本語コンメディテーション、ね、日本語コンメディテーションじゃない、ね、日本テッペーコンメディテーションメディテーションコンテッペーです テンションメディターションコンテプトとして、えー、穏やかに生きていきたいと思います、ね、穏やかな皆さん、えー、これからもよろしくお願いしますそれではまたちゃうちゃう明日のレグまたねまたねまたね